はい、こんにちは。では、今回も数学の授業始めるよ。今回ね、中体と錐体 9の2ということで、前ね、この中体の体積とか表面積までやってきたよね。でね、今回は、錐体の体積とか表面積、ここからしていくからね。それから球とかね、そういうところも入っていくからね。うん、いいかな。でね、ごめん、全然余談なんだけど、中体と錐体ってことで、今回ね、このね、問題とかね、実はこう、打ってやってるんだけど、中体と錐体ってね、変換したら、これ、中体ってね、中学のね、中体と錐体するの、錐体が出てきてね、ちょっとね、結構ね、マイナスな変換が出てきた。うん、まあ、これ全然余談なんだけどね。じゃあね、実際やっていこうか。次の図の正四角錐の体積と表面積を求めようということで、じゃあ、まずね、錐体の体積の出し方って、知ってるかな？錐体の体積の出し方。うん。体積はね、中体の場合は底面積×高さで出るよね。で、錐体の場合、何々錐っていう先がとんがってる場合ね、とんがってる場合は、底面積×底面積。よいしょ。底面積×高さ、ここまではね、中体と一緒なんだよ。底面積×高さ、で、底面積×高さに次がポイントなんだけど、3分の1をかけるんだ。いいかな、これがポイントね。底面積×高さの×3分の1をすると、このね、錐のね、体積が出るから、×3分の1ね。もうそれだけだから、簡単だよね。で、まあ、表面積についてはそれぞれね、側面と底面合わせたらいいからね。じゃあ実際これやっていこうか。まず、底面積だけど、6×6 で36だよね。底面積は36。で、高さは、4だよね。かける4。かける4。で、さっき言ったけど、底面積かける高さの3分の1をするんだから、かける3分の1。これが体積になるからね。48かな。だから、体積はまずこうなる。体積ね、これ。体積はこうなる。いいかな。じゃあ次ね、表面積いくね。よいしょ。よいしょ。じゃあ次ね、表面積ね。表面積はさっき言ったけどね、底面積と、あとね、側面、全部足したらいいかな。まず、側面なんだけど、側面三角形だよね。三角形の底辺が6で高さが5だから、6×5×1/2。これがまず表面、側面のね、側面の一つの三角形だよ。一つの三角形ね。で、それが何個あるかといえば、4面あるの分かる？周りに4面。だから、×4 をすれば、これまず側面が出る。6×5 を2で割って、×4 をすればね、側面出るからね。これは、15の60か。これがまず側面。で、あとね、底面は36、さっき出した36だから、今出したね、60と、あと36を足せば、底面を足せば答えが出る。答えは96ね。いいかな。表面積は96、単位は平方センチメートル。で、体積はこれだね、48、単位は立方センチメートルになる。いいかな。じゃあ次行こうか。次、2番だね。次の図の円錐の体積と表面積を求めようということで、今回、底面が円になった。それだけね、違いは。だから、全く同じようにすればいい。まず体積は、
底面積×高さ×3分の1だ。底面積は半径が3だから、覚えてる？ πr も2乗だから、サザンが 9π、 底面積は 9π。 9π ね、これが底面積になる。で、高さが4センチだから 9π×4 で、それをどうするか分かる？ 9π×4 のあとね、錐体だから3分の1すればいい。分かるかな？底面積かける、はいね、これ底面積かける高さ、底面積かける高さの3分の1。これで錐体の体積が出る。だから、12かね。12π が答えになる。いいかな。これが体積。じゃあ、あとね、次ね、表面積だけど。よいしょ。表面積は、前やったのと同じね。要は、側面の周り出さなきゃいけないんだけど、展開図を思い出して、この、ね、展開図をかければできる。扇形とあと円がくっついてるよね。わかるかな。じゃあまずね、扇形から出そう。要は側面ね。側面の半径は5ってわかる？展開図広げたら5になるからね、側面の半径。だから、5の2乗 25π。25π。で、それにね、中心角を出さなきゃいけないんだけど、中心角ね、前やったの覚えてるかな？母線分の底面の半径って覚えてる？母線分の底面の半径。かける360で中心角出るんだよ。でもね、わざわざ360かけなくても、母線分の半径かける360を、さらにね、分母360、360の中心角だからね、もう一回360で割るっていうことは、つまり母線分の半径になる。だから、こうね、中心角は5分の3っていう感じで考えておいたらいいから。側面は5センチが半径の扇形。5センチが半径だから、25π が円の面積。で、かける中心角が5線分の底面の半径、5分の3かな。それが側面。と、あと、したらね、下の面も加えなきゃいけないから、半径が3だから、πr の2乗で 9π ね。これに 9π を足すと、いくつになるかといえば、これ約分して上が5、5、3、15、15π プラス 9π だから24π かな。これが答えになる。かな。体積は 12π 平方センチメートル、表面積は 24π 立方センチメートルが答えられるかな。で、ね、今回の、ね、ポイントはやっぱりここね、3分の1、錐体の体積が3分の1するんだよっていうのがポイントだからね。じゃあ次行こうか。はい、次ね、展開図が次のようになる円錐について、側面の扇形の中心角と表面積を求めようってことで、まずね、扇形の、ね、中心角、ここね、どうやって出すのか覚えてる？さっき言ったけどね、ちらっと。母線分の半径ね。だから、書こうか。まず中心角だけど、母線分の、母線はここね、12分の、底面の半径は4。かける360ね。これで中心角は出るから。3分の1だから120度。中心角は120度ですよと。っていうふうにね、まず出るからね。いいかな、やり方覚えてるかな。母線分の底面の半径かける360ね。これやり方きっちり覚えておいてね。で、まあ学校でこれね、教えるかどうかちょっとわかんないんだけど、まあ学校のやり方はね、おそらくここの長さを出す。学校のやり方はね、おそらくこういうふうに出してるんじゃないかな。まず、これの円周を出しましょうと。これの円周は 2πr だから直径8ね。8π になりますよと。うん。で、じゃあ、
これの円周が 8π ということは、つまりここの長さも同じく 8π でしょうと。わかるね。立体で、立体を作ったときにこことここがくっつくから、こことここは同じ長さ。だからこれも 8π ですよと。で、実際半径12センチの円周の長さはいくつかなって言ったら、12センチの円周の長さは、直径が24だから24π になるはずだと。でも 24π じゃなくて 8π しかないんだから、つまり24分の8、わかるかな。ここの中心角は全体の24分の8ですよと、一周のね。だから24分の8ということは、かける360をすれば中心角が出ますよと。で、24分の8かける360、つまりね、3分の1かける360だから、答えは同じになってくる、120度ね。ちょっと書けないからね。よいしょ。ね。答えは120同じになってくる。でね、こういうふうにやるのが、一般的なやり方だよ。一般的なやり方ね。でも、結構計算大変だよね。いっぱい計算しなきゃいけないよね。だからもうこれを覚えておいた方が楽だよと。母線分の底面の半径。母線分の底面の半径。12分の4に360をかけたら、これもすぐ出るからね。だから、このやり方しっかり覚えておいた方が楽だよってことね。で、もちろんね、こちらのやり方も、理解はしておかないとね、できるように。いいかな。じゃあ、まず、中心角の答えは120度。これが1つ目の答えね。で、側面の折り方の中心角と表面積を求めようだから、あと表面積は簡単だよね。これとこれ2つの面積を出せばいいから、まずね、大きい折り方から。半径12だから、πr の2乗、12の2乗 π、πr の2乗ね、の、360分の中心角ということで、一応丁寧に書くね。360分の、120度。で、これもさっきやったように、わざわざ360分の120書かなくても、こっちの数字使えばいいからね。母線分の半径で。12分の4でいいからね。つまり3分の1を書ければいいと。同じだからね。で、これが、大きな折り方と、あとね、ちっちゃな円ね。円は、πr の2乗だから、半径が4だから 16π。16π。これを計算すれば、表面積ができる。これ3分の1だから、12の2乗かける3分の1は、48かな。12の2乗かける3分の1。48だよね。48足す16。だから、48だから64π かな。っていうのが答えになるからね。答えは、中心角は120度で、表面積は64π 平方センチメートルね、というのが答えだ。じゃあ次行こうか。次、展開図が次のようにある円錐の表面積を求めよう。今度上と何が違うか言ったら、中心角90度なんだよ。それはもう書いてある。さっきは計算で出したけど、今回書いてある。でもね、こっちの底面積の半径書いてない。だから今度は逆に底面積の半径を出さなきゃ表面積が出ないんだよね。底面積の半径ってどうやって出すか分かる？底面積の半径、さっきのね、式の逆さまバージョンみたいな感じかな。当てはめたらいいよ。母線分の半径、母線が12センチって分かってる。で、底面積の半径が分からない。だから、分からないんだから、例えば、ここを記号で置こう。半径だから、R とこうか。R ね。というふうに、分からないんだから、ちょっと記号で置いてみよう。母線分の半径かける360が、90度になりますよ。中心角90度になりますよ。っていうことで、式をこういうふうに書いて、で、ここの R を出せばいい。いいかな。R の出し方は、人それぞれだけど、360の90、4分の1だから、4分の1は12分の3かな。でしょ。だから、半径は3センチだよ、3センチだよと。
ということで、ここの半径は3センチメートルですよということになる。よいしょ。3センチメートルね。これが半径ですよと。で、ただまあ3センチメートルが半径だけど、問題はね、表面積を求めようっていうことだから、あとはまあ普通にしていけばいい。まずね、こちらの4分の1の OB 型から出していこうか。半径が12だから、πr の20に当てはめると、12の2乗 π の90度ね、4分の1、4分の1かこうか。4分の1ね。足す、こっちね、半径が3センチだから、πr の2乗、9π ね。半径の2乗ね、3の2乗で9ね、9π になる。うん、これ計算したらいい。左側が、36かな。36足す9で答えは45になるかな。45π ね。これが答えになる。いいかな。ということでね、上と下ね、ちょっと問題形式違うんだけど、結局ね、この式が分かっていれば早く解けるからね、5000分の底面の半径 ×360° が中心角ですよと。これが分かっていれば早く解ける。でね、さっき説明したように、まあ学校の、まあ、教科書通りの解き方ね、これも、まあ、理解はしといて、ちゃんと。ね、まあ、学校のテストでやるときに別にね、この解き方でしても、こちらの解き方でしてもいいからね。ただまあ、どっちか言ったらこっちの方が時間短縮できますよと。それだけの話ね。いいかな。じゃあ次行こうか。はい、次ね。次の円柱から円錐をくり抜いた立体の体積を求めようということで、円柱からここね、円錐をくり抜くんだよ。ガーッと切るんだよ、ここね。で、その残り、つまりこのちょっとね、L 字型になるかな。こういうちょっと変な形の体積を求めようっていう問題ね。だから、まあ簡単ね。円柱から円錐の体積を引けば答えが出るね。じゃあこれちょっとね、一旦停止して自分でやってみようか。では、解き終えたらね、再生してください。では、スタート。はい、じゃあ解説していこうか。じゃあまずは円柱から出そうか。円柱ね。円柱。じゃあまず円柱から出すんだけど、円柱の体積覚えてるかな？底面積かける高さで出るからね。じゃあまず底面積は半径が3センチの円だから、πr 2乗、つまり 9π。3の2乗だからね、9π。これが底面積になる。かける高さが5センチだから、9π かける5で、45π。これが、まず、円柱の体積になる。で、そこから、円錐の体積を引けばいい。錐ね。円錐の体積を引けばいい。円錐は、底面積かける高さ、そこまで同じなんだけど、かける3分の1ね。だから、底面積 9π かける高さ5。ここまでは一緒ね。9π かける5かける3分の1ね。それが錐だからね。錐といえばもう全部3分の1かけるからね。よいしょ。うん。それを計算すれば、15π かな。うん。で、あとは引き算すればいい。45π 引く15π。45π 引く 15π で答えが、30ね。30π が答えになる。30π 立方センチメートルね。できるよね。だから図形自体はちょっと複雑な変な形になるんだけど、解き方は簡単。錐と柱のね、体積の求め方が分かっていれば、もうあとは引き算するだけだからできるね。
いいかな。じゃあね、次ね、球の体積と球の表面積っていうことで、これね、ボールみたいなね、地球儀みたいなね、こういったね、球体の場合の体積と表面積のね、これ公式なんだけど、これもね、しっかり覚えておかなきゃいけないんだよ。で、ちょっとややこしいから、今ね、きっちりと正確に覚えよう。じゃあまずね、π は円周率、r は何かやったら同じね、半径。だから、まあ、球体の半径だね、半径を r とした場合、ね、体積は3分の 4πr の3乗ね、ここ3乗。で、表面積は 4πr のここ2乗っていうことで、ややこしいよね。3分の 4πr の3乗と 4πr の2乗。うん、ちょっと難しいよね。まあ、これね、みんなも難しいんだよ。でもやっぱり覚えなきゃいけないからね。まあ、ポイントから言っていこうか。まずね、ここ3乗ね。ここ2乗ね。これね、3乗と2乗ね。3乗と2乗なんだけど、まあ、考えたら当たり前なんだよ。体積って言われたら3乗でしょ？例えば、さっきの単位のね、体積は立方センチメートルで、センチメートルに3つくるよね。つまり、3乗なんだよ。センチメートルの3乗なんだよ。だから、体積って言ったらもう3乗ね。だから、球体も同じ。体積は3乗。で、表面積は2乗ね。面積は2乗ね。平方センチメートルに書くよね。2点ね、上に。だから、体積は3乗。表面積は2乗。まずここから覚えよう。いいかな。それはいけるよね。で、その次。まあ、πr ってね、なんかどっかで聞いたよね。円の面積だ。πr の2乗。円の面積だよね。そういうのがくっつくんだよ。こっちもね、πr、こっちは3乗だけど、πr の2乗と πr の3乗、これね、円の面積と同じような感じだよね。球体ってさ、円がこういっぱいくっついてね、球になってるから、結局ね、円の面積とこういった似たようなのが出てくるのよ。πr ね。ここまでいいかな。上は πr の3乗、下は πr の2乗。ここまで覚えた？じゃあ最後、数字。上は3分の4、下は4なんだけど、まあ、これもね、分子4、分子4ね、4と4一緒だよね。だから、ここに分母の3がくっつくだけで、4と4一緒なんだよ。だから、3分の 4πr の3乗、こっちも同じく4ね、4πr の2乗。うん、しっかり覚えてね。まあ、体積ちょっと3乗って大きくなりすぎるから、3で割るぐらいの感覚でもいいよ。3分の 4πr の3乗と 4πr の2乗ね。これしっかりと覚えて。じゃあ、これ覚えられたら、次問題するから、よいしょ。次の半球の体積と表面積を求めようってことで、これね、一旦停止して問題しようか。では、解けたらね、再生してくれ。では、スタート。はい、いいかな。じゃあ、これね、公式通りしていったら簡単だからね。じゃあまずは体積から出そうか。体積だけど、公式覚えてる？3分の 4πr の3乗ね。だからそのまたにはめていこう。3分の 4π、かけるの r の3乗。r って半径だから4だよね。4の3乗。うん、これにね、球体の体積が出る。ただまあ、今回は半球半分だから、かける2分の1しとこうか。これがね、体積ね。かな。3分の 4π かける4の3乗かける2分の1。これいくつなるかな。うん、ちょっとね、中途半端な数になるかもしれないね。256かな。256でその2だから、こうかな、 A3 かな、これ合ってるかな。3分の 128π 合ってるかな。416だから256合ってるよね。っていうね、ちょっと中途半端な数になるはず。でね、128は3で割れないからね。3で割れるかどうかって、どうやってパッと分かるかって知ってる？これ足すんだよ。1足す2足す8。1足す2足す8は11。11は3で割れないから、これは3で割れないっていう感じね。
これもね、コツね。位の数を足したものが3で割れるものは3の倍数。3で割れなかったらもうこれね、約分できないからね。これもコツね、一つは。じゃあ次ね、表面積。表面積の公式だけど、これと似てるからね、4πr の2乗ね。4πr っていうのが半径の4センチだから、r の2乗。4π×4 の2乗。だから、64π か。あ、かける2分の1、さっきしとこうか。64π×2分の1、これ半球だからね、すると 32π と、ここまでいいかな。 4πr の2乗、16周年ね、 64π のこれ半球だからかける2分の1して 32π、 これがこのぐるっとね、この外側の部分になる。ただ表面積は下の底面を足さなきゃいけないんだから、この 32π に 32π に、底面積は半径が4だから 16π かな、 πr の2乗でね、 16π を足す、すると 48π になる。これが答えね。48π、表面積だから平方センチメートルね。体積は3分の 128π 立方センチメートルね。いいかな。じゃあね、次の問題。次の平面図形を直線 L を軸として一回転させてできる立体の体積を求めようということで、直線 L ってここね、ここを軸としてぐるって回すんだよ。ぐるっと回す。これからね、ぐるって回す問題もね、やっていくけど、ぐるって回すと、下は必ずぐるって回すんだから、円になるからね。だから、下、必ず円になるっていうことに気をつけて。で、これね、こう、描いてるよね。だから、ぐるって回しても、もちろんこの曲線を描くから、これって上と同じような半球になるんだよ。それに気づくかな。上と同じような半球になるから、それだったらできるよね。上と同じような問題、数字が変わっただけだから、これもね、一回ね、自分で解いてみよう。じゃあ一旦停止して始めてください。では、スタート。入ってきたかな。じゃあやっていくよ。体積だけか。立体の体積を求めよう。だから体積だけだね。上にこれだけだね。公式表に当てはめたらできる。3分の 4πr の3乗。3分の 4πr っていうのは6だから、6の3乗。で、今回もね、同じように半球になるから、かけるその半分、2分の1。これも忘れちゃいけないからね。よし。3分の 4πr の3乗の半分、2分の1ってことで、これいくつになるかな。ちょっとね、計算、難しいから、ちょっと計算してみようか。3分の、6の3乗っていうのは、6の2乗が36だから、216か。これ216だよね。6の3乗は216。で、あとね、まあ、3と2、まあ、これとこれで6だよね。だから、これとこれで約分すれば、これ6の2乗の36になると。36×4 だから、144か。これでいいかな。これでいいかな。36×4 だから、合ってるよね。答え、144π。立方センチメートルね。できたかな。それ計算過程だから消しとくね。ということになる。いいかな。じゃあ次行こうか。はい、次ね。次の図のような台形 ABCD がある。次の問いに答えよう。1番、辺 AB を軸。AB を軸として1回転させてできる立体の体積を求めよう。
ぐるーっと1回転したら、さっきも言ったように1回転するってことは円になるからね、底面円になるからね。じゃあ2番 CD を軸、こっち短い方を軸として1回転させてできる立体の体積を求めよう。同じくぐるっと1回転させたら底面は必ず円になるからね。じゃあね、この2番2台だけどちょっとね変な図形になってややこしいかもしれないけど、1回ね自分で解いてみようか。ではね、一旦停止して解いてくれ。ではスタート。はい、じゃあ解説していくよ。まず AB を、軸として1回転させたらどんな図形になるかって分かる？これってね、こう書こうか。円柱なんだけど、円柱なんだけど、その円柱の上にここね、ここ D までね、ここまでは円柱になるんだけど、その上にまだね三角形のこの部分があるから、これがね錐になるはずなんだよ。だから円柱の上に円錐があるような感じかな、イメージね。円柱の上に円錐がある、こんな図形になるから、つまり円柱と円錐の面積、あ、体積を出して足したら答えが出る。じゃあまず円柱からいこうか。円柱は BC が半径だから、5の2乗、25倍ね。25倍が底面積だよと。25倍ね。それに高さ4をかけたら、これ円柱の体積。だからこれがね、100倍になる。これが円柱の体積ね。で、次、上、円錐なんだけど、円錐もね、底面は同じ、25倍。で、高さなんだけど、高さは計算したら出るよね。ここ6センチ、ここ4センチだから、つまり、これぐらいかな。この高さは、6-4 をすればいいんだから、2だよね。わかる ?6-4 をすればいいんだから2だよね。だから円錐の高さは2センチだよと。25π×2 で、錐の場合は必ず3分の1を忘れちゃいけないしね。3分の1ね。これをしたら答えが出る。25π×2 は 50π の3分の1をするんだから3分の50ね。パイね、3分の 50π になる。いいよね。で、これとこれを足し算すれば出るんだから 100π プラス3分の 50π。 よいしょ、ね、で、分数ね、足し算できるかな。3分のだから、こっちもね3分のっていうふうに思って、すると3分のこれ300だよね。3分の300と50だから3分の350ね。3分の 350π、 ちょっと変な数字だけど3分の 350π が答えになるからね。じゃあ次ね、2番、 CD を軸として短い方を軸として1回転したらどんな図形になるか頭の中で想像できるかな。これはねちょっとね書きづらいんだけど、円柱があるでしょ、ここまではさっきと一緒ね。で、今度は円柱っていうのはこの AB を高さとした円柱ね。で、それからここのね、この部分がくり抜かれてるイメージだね。だから、円柱から上部分を、円錐部分をくり抜いた感じ、これをね、くり抜いた感じ、こんなような図ですね。円柱から円錐をくり抜いたような感じ。だからさっきは足したんだけど、今度は引けばいいんだよ。で、まず円柱部分だけど、高さ6だから、さっきと同じなんだけどね、25π、ここはいいんだけど、かける高さは今度は6ね。これが、円柱。だから 150π。
150π が円柱になる。いいかな。で、そこから円錐部分をくり抜くんだけど、円錐部分は、点面積は同じね、25π。で、高さだけど、これね、こっち側くり抜くんだけど、これもね、高さ一緒だよね。ここ2だから、ここくり抜く部分の高さも2だよね。だから 25π×2×3分の1、 これはさっきと一緒かな。 25π×2×3分の1 ね。だから3分の 50π で、あとね、最後上は足したけど、今回はくり抜くんだから引くんだよね。 150π 引く3分の 50π を引くと、またね、ちょっとね、変な数字になってるけど、分数だからって言ってね、難しいなって考えないでね、諦めないでやってね。これもさっきと同じ、分母を3に合わす。すると、3分の、これね、450になるよね、3倍したら。3分の450引く3分の50だから、3分の400だ。3分の 400π ね。これが答えになる。答えは3分の 400π 立方センチメートルね。いいかな。ということでね、今回ね、この辺とかちょっとね、回転してできる変なちょっと図形も出てきたけど、まあ、やり方は同じ。前は、中体の場合はね、普通に底辺かける高さをしてね、体積出せたけど、今回はね、3分の1、これが加わるだけ。あとね、球のね、体積と面積ね。これは公式がややこしいから、しっかりと教授に、ね、覚えておくように。では今日の授業はこれで終わります。